いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリストライフのたけしです。いや、最近のニュージーランド本当に暑い感じで、 T シャツハーフパンツでもね、ちょっとじんわり汗出てくるなといった感じの、このニュージーランドのハミルトンからお送りしているニュージードリストライフなわけなんですけども、今日紹介してみたいのはですね、この前ね MSC チャレンジニュージーランドの最終戦というのが行われたんですね。で、それにあたってですね、フォーミュラドリフトジャパンと、あと MSC チャレンジを運営されている、岩田さんと、あとそのメインジャッジであってコメンテーターでもある、あと YouTuber でもあるラビー西田さん、このお二方がねニュージーランドに来られたわけなんです。で、それだけじゃなくてですね、このラビーさんがドリフトアカデミーが制作した V8 の GT86 あるんです。それをちょっとイベントの合間を持ってですね、ちょっとテストドライブなんかをして、その時の映像とかもねあるんですけど、それだけじゃなくて、この後ろに置いてあるこのドリフトカートにもなんとラビーさん乗っていただきまして、で、ちょっとその運転して、その後感想なんかをもらったんで、それをメインで紹介してみたいと思います。それでは行きましょう。Ha ha 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 ha!
It's like literally like really Mario Kart. Yeah, man. Dude.It takes a little time to get used to, I think. It is. It's quite snappy. Yeah. よかったっすか。全然いい。もうちょっとパワー上げたら J2 いけるね。はい、おお。素晴らしい。Suspension setup and everything, and especially for here, everything matches up so well. Right. And なんだっけな。定常円やってる時からも、あ、もう。It's like automatic car. Yeah, it's yeah, like yeah. You just go. Yeah. It's just like how you started. Curtis, このエンジンかけ方と一緒だよ。はい、誰もいなくてかけられるよ。誰もいなくても乗れそうだよ。はい。いかがだったでしょうか。いやー、ほんとね、やっぱ嬉しかったっすよね。うん、この3年間でこれだけ状況が変わってですね、このマシンの完成度が上がってるよというのが、あのお二方に見せられたのが本当になんか嬉しかったですね。はい。で、まあ、それだけじゃなくて、あのビジネス的な視点でこのドリフトカートをどういう風に展開していったらいいんじゃないかとか、いろいろね、あのアドバイスをいただいたんで、まあ、それをね、ちょっとベースにしながら、ちょっと今後の展開なんかをね、考えていきたいなというふうに思います。はい、まあ、こんな感じですね。今回の動画はこれで終わりになります。ニュージードリフトライフでは、ニュージーランド在住の、ね、ドリフターところを生かして、まあ、こうやって車系の動画いろいろ上げてますんで、もしよかったらね、これを機にチャンネルいいね評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。あと週1でですね、毎週土曜日の夜8時からですね、ライブ放送も行ってますので、もしよかったらそちらを見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。